はい、ガバージョブロカッパ園長です。じゃあ今日この、最後の動画ではね、このブーケのお話いきましょうか。この東京五輪のほら、ビクトリーブーケありますよね。に込められた日本人の思いに、まあ海外の人たちが、まあ感動してね、涙みたいな。東京オリンピック・パラリンピックのメダリストに副賞として贈られているこのビクトリーブーケですよね。で、このブーケ、東日本大震災復興への願い、そして復興支援に対する感謝の気持ちが込められたものなんですよね。で、まあ、福島県産のトルコギキョウとナルコラン、宮城県産のひまわり、岩手県産のリンドウなど被災した地域で育てられた花が使われていますよと。で、アメリカの公共ラジオ局 NPR が先日このビクトリーブーケにスポットを当てた記事を投稿。ブーケの背景にある日本人の思いを知った海外の人たちから、まあ感動の声が相次いで寄せられています。お、これはね、あの国の人たちが来るかな。ね、放射能だ放射能だみたいなことを言ってくるかな。ガー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 言ってきたら笑っちゃうんですけどもね。まあぜひね、こういうところでね、一人浮いて空気読まずにね、いつも通りのね、なんかこうコメントを残してってくれたらね、お、さすがって褒めて使わす。じゃあ早速ねコメント見ていきましょうかね。アスリートに贈られるブーケの裏側に涙を禁じ得ないこんなストーリーがあったんだとか、記事読んでその意味を知った時涙がこぼれたとか、これはブーケの背景にある物語であり、多くの悲劇から立ち直った日本の力強さの物語でもあるとか、あのブーケものすごく綺麗だよね、私もずっとどういう意味合いがあるのか気になっていた、次の人、日本、それはブーケにさえ繊細な意味を込める国、次の人、日本人は本当に思慮深い人たちだ、これはものすごく繊細な思いやりだと感じたよ、次の人、そんな意味が込められてたんだね、ただのお祝いのブーケだと思ってたから感動した、で次の人、このブーケ渡す光景が最初からいいなと思っていた。そしてその背景にあるものを知った今、これからはより大きな感動とともに見ることができる。で次の人、日本人は本当に洗練された温かみのある感覚を持っているよね。で次の人、またもや日本に流されてしまった。あれ、今のところ出てこないな。あの人たちどうしちゃったんだろう。忙しいのかな他で忙しいのかな。それ寂しいですね。次の人が、日本に住んでる人ならわかると思うけど、日本人の繊細さや温かさはことあるごとに感じられるよとか、その背景にあるもの含め全てが美しいとか、いろいろな次元でアメージングな話、日本は本当に特別な国だって私はつくづく思う。で次の人、あのブーケは日本の復興の象徴だったんだね、それぞれの被災地で育てられているのがいいね。で次の人が、どんな物事にも表に出ないストーリーがあるんだよね、いろんな思いや努力が込められているものなんだよ。で次の人、このパンデミックの時期にオリンピック開催して世界を一つにして、どうもありがとう日本。で次の人、あのブーケはそんなに特別なものだったんだとか、唯一無二のブーケの物語を教えてくれてありがとう。デザインもアイデアも全部ワンダフルだね。日本人は本当に繊細で、そして温かいとか、日本の文化を象徴するような話だと思った。で次の人、ブーケに込められた意味が本当に大好き、こういった日本人の感性は素敵だ。で、ホスト国日本の表には出ていなかった物語、こうして知ることができてよかった。で次の人、私もずっと気になっていた、開会式に登場して、表彰式でも選手に、送られていたから、NPR はいい仕事してくれた、で考えられているよりもはるかに深い意味があったんですね。で次は、僕はすごく日本人らしい心遣いだと感じた。で日本は、あなたはなんでそんなに素敵なのか。で次の人、やはり新型コロナウイルスがなかったとしたら間違いなく東京五輪は最高のものになってたよ。で次の人、最初は単に超キュートとしか思っていなかった。だけど記事を読んでいろいろ考えさせられた。いいね、すごく。こういうのってかなり日本的な考えだよね。で次の人は、こういう素敵な物語をメディアからもっと知りたい、悲劇を乗り越えようとする日本人の力強さが現れていて、それが一層あのブーケを美しくしている。で、日本人はどんな小さな物事にも意味を持たせるんだね。でこういった小さな物語がオリンピックをただの競技大会ではなく、もっと特別なものにしてくれているんだ。で次の人が、私の娘たちもメダル授与式でアスリートに渡される、あのゴージャスなブーケに興味津々だった。記事を読んで本当に感動した。あの花にはたくさんの意味があったんだね。日本人は過去に起きた出来事を尊重しながら現在を祝うという素晴らしい仕事をしたね。で次の人、これこそ洗練された文化というものだと私は思います。美しい話をどうもありがとうございました。
まあ、なんでしょうね。来なかったですね、あの人たち。絶対ちゃちゃ入れてくるもんだと思ってましたけどもね。まあ、あまりにこう、なんだろうね、クリーンでストレートな内容だったから、さすがにここでね、やらかす勇気はなかったのかな。ああいうの勇気とは言わないか。で、ここでまた全然違う話なんですけどもね、今なんか選手村で、なんかさ、このチャンネルのこの動画で結構この選手村のこの食事の話、まあもう一個のチャンネルの方でもね、結構毎日見てってますけどもね、実はこの選手村の、この、なんていうのかな、日本のグミ、お菓子ですね、あのグニャグニャしたやつ、あれがなんかね、話題になってると。美味しいと。え、これ全部無料なのかと。なんかね、この果汁グミっていう商品あるじゃないですか。これ画像に載ってるのはこの、なんだろう、このグレープ味かな。僕、グミって基本的にまあ、まず食べないんで、ね、どんな感じかもう全然記憶にないぐらいなんですけど、これなんでなんですかね。まあ、わかんないです。あの、いろんな人いるんでね。一概には言えないんですけど、僕の周り、かつて周りにいた人たちの中で、ね、この近しい人間とかも含めて、ね、女性はなんでみんなグミ好きな人ばっかなんですかね。なんかみんななんかこうカバンに一個グミ入れてるようなイメージなんですよね。あ、そんなに美味しいかっていつも不思議だったんですけど、ね、でなんかこうね、食べるみたいな感じでなんか、ま、渡されてもなんかちょっとあ、ありがとうとは言うけどなんかちょっと始末に困るんですよね。あんま美味しいと思って食べたことがなくて、今時のやつは美味しいのかもしれないですけどね。まあなんかこのね、オリンピック選手村食堂でね、この山積みで提供されてる日本のお菓子ね、果汁グミが大好評らしいです。東京オリンピック選手村食堂で果汁グミや、あと他のもお菓子いっぱい置いてあるみたいなんですよね。このアポロチョコとか、なんか日本のメーカー製のお菓子が提供されていて、海外選手がこぞって SNS で紹介し話題になっていると。バスケットボール女子のオーストラリア代表テス・ラビー選手が、ご自身の SNS で食堂の一角に山積みになっている明治果汁グミやアポロチョコを食べている様子を公開。特に果汁グミがお気に入りだそうで、美味しいとコメント、4袋ほどつかみ取りしていた。顎疲れません？グミ。まあいいんですけど。また、水泳のね、男子ニュージーランド代表、ルイス・クレアバート選手も果汁グミを堪能。競技全日程が終了し、お菓子やピザ、フライドポテト、餃子など、ジャンクの食事を満喫して いる様子を公開。あー、なるほどね。さすがに大会前、試合前はね、何でもかんでも食べたいもん食べたい放題はできないもんね。そっかそっか、なるほど。まあ、存分にね、堪能してってほしいですよね。日本のお菓子も食事も。で、動画の中にはやはりお菓子が山積みになってるコーナーが紹介されていて、このクレアバート選手も果汁グミに手を伸ばしていたそうです。男女問わず人気なんだ、このグミ。どうしてもなんかね、まあ、食わず嫌いなだけかもしれないです。もうほとんど食べた記憶がないぐらいなんで。なんかこのね、あの、アメリカのお菓子ってイメージがあるんですよね。なんかね、このアメリカ帰りのこの友達、がね、この、もう何年前だろう、10年ぐらい前かな。なんかもういかにものアメリカのお菓子っていう、なんかもうそれ自然界で食べ物で存在しねえ色だよなっていうお菓子あるじゃん。アメリカとか。なんかもう水色とかさ。なんかもう透き通るような緑色とかさ、ね。そういう色のなんかあのグミとかゼリーみたいななんか飴みたいななんかぐにゃぐにゃのお菓子いっぱいあるじゃないですか。味は全部一緒なんですよね。やたら甘ったるいだけみたいな。そう、なんかああいうのをイメージしちゃってなんか美味しい食べ物って認識できてないんですよね。だから日本のこのお菓子屋さんの果汁グミはもしかしたら美味し、まあいいんですけど。で、ここから海外の反応ですかね。そのグレープのお菓子以前ダイソーで買ったことがある、ね、すごく美味しいよね。で、次の人がグレープ味のグミコラーゲン入ってるよ。コラーゲン？グレープのやつは自分の大好物。このグミが至高だと自分は信じてる。オレンジも美味しい。日本すごく楽しんでるみたいだね。で、明治のグミ製品は美味しい。グレープ味いいね。どうにかしてこういうお菓子をトルコで買えないかな。で、グミの内部がどうなってんのか見たかった。で、アポロ美味しいね。自分はストロベリー味のものは嫌いだけど、これは唯一例外だ。で、グレープすごくいいけど、オレンジも試すべき。あれはハッとさせられるぞ。どういう意味だろう。ハイチュウすごく美味しいよね。ハイチュウはまあありなのかな。
選手村にいるアスリートがみんなこういう投稿してるけど、まるで大規模な修学旅行かサマーキャンプみたいだ。まあね、制限がいろいろある中でね、楽しめるだけね、うん、ルール守って楽しんでほしいっすよね。あ、果汁グミ東京2020オフィシャルグミですって書いてある。へえ、5つも味あるんだ。グレープ、オレンジ、桃、いちご、なんだろう、シャインマスカットか。で、つまりオリンピックは規模の多い体育祭ってことか。で、食い物のためだけにオリンピックに出たいとか、お好み焼きやカツ丼も食べてみてほしいとか。あ、お好み焼きもあるんだ。グレープ味マジでうまい。グレープが何？一番おいしいんだ。これって全部タダなの？で、日本が支払ってくれるから、宿泊費、食事など全部無料だよ。で、炭水化物を蓄える上では、良さそうだ。炭水化物を蓄える上では、グミが？ちょっとよくわかんない。グミ炭水化物なの？これ。そのグミのやつは最高だって言ってますけど、なんでグミ、まあ人それぞれだから別にいいんですけどもね。まあ無料でね、もしかしたらグミ好きの女子なんかは無料で取り放題は羨ましいっていう人が多くいるかもわかんないですけどもね。なんで女性陣はこのグミ好きなのかな。まあいいんですけどもね。なんかさ、この輸入、なんかドンキとかでなんか見た覚えがあるんだよな。なんかタイヤの味がするグミとか売ってませんでしたっけ？ちょっと食べ物の味じゃないじゃんみたいなシリーズ扱ってるやつ。なんかありましたよね。ああいうのイメージしちゃうんだよな。ね、別に果汁グミディスってないんですけど。そっか、美味しいんだ。でも形もちゃんとなんかその、あれだ、フルーツに似せてるんだ。へぇ。こういうのもなんか、評価高いポイントだったりするのかな。まあ日本のお菓子だったらね、よっぽどなんかこうねじ込まれたり変ないたずらされてなければ全然安心で美味しいと思いますけどもね。ぜひオリンピック期間中ね、存分にね、日本を堪能してってもらいたいですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。